どうゲームに響くか。なるほど。届け第13期ヴィンテージ神決定戦、神鳥海選手はサバイバル、挑戦者川北選手はゼスカイアルカニストの対戦になります。ヴィンテージ神決定戦は5本勝負になります。3本勝った方が、はい、神になれるということですの でメイン戦2本、メイン、第1ゲーム第2ゲームはメイン戦ということで、はい、すみません、ありがとうございます。ワームトークン使ってますコメントいただいたんですけど僕あれツイート見るまで知らなかったんですけど、なんか僕の書いたワームが配られてるっていう、ああそう、なんか信じられない世の中になってしまった。2000円か3000円買うと、3000円2000円、3000円買うと1枚ランダムでついてきて、そう、津村さんのワームトークンはかなりレアっていう話を聞いてます。もう当たった人に心の底から申し訳ないないやいや喜んでますよみんなみんな新作を実は期待してるんじゃないかみたいな。いやいや、もう永遠に書くことはないサバイバルはどういうデッキなのか、はい、サバイバルっていうのはデッキ名になってるカードがありまして、適者生存っていう2マナのエンチャントなんですけど、はい、まあ、川北さんが昨日のオースと似ているっておっしゃったのはこれが理由だと思うんですけど、オースも適者生存も2マナの緑のエンチャントをキーカードにしている、うん、で適者生存っていうカードは2マナのエンチャントで緑1マナで、手札からクリーチャーを捨てるとライブラリーから好きなクリーチャーを手札に持ってこれる。お、好きなクリーチャー、なんとですね、これでフッシュ蓋を4枚墓地に落として、お、緑4マナから、はい、はい、これですね、これが適者生存サバイバルっていうデッキ名の由来になってるカードです、はい、その後に、バスキングルートアラ、日を浴びるルートアラっていうカードがあるんですけど、はい、1マナで1マナ11なんですけど、手札から捨てた時は0マナでキャストしてもいいですよ、ということはサバイバルで捨てると0マナでキャストしつつ、うん、なおかつまたクリチャーサーチできるんで、でルートアラがルートアラを呼んで、はい、最終的にうつろなもの、はいはい、このターン捨てたカード数だけマナコストが軽くなる、はいはいはい、参加したらじゃあタダになる、そうですね、っていうのを、クリーチャー最終的に唱えながらクリーチャーをサーチできるようになるんで、うん、墓地の復讐術が全部返ってきて、まあ、大体不適者生存が出て2ターン後には絶対相手が死んでるぐらい、うん、だからフェアデッキに強いとされるゆえんは適者生存が通ればほぼ勝つっていうのが由来ですね、まあ、突然復讐術がたくさん襲ってきますし、あとは、まあ、普通にサーチとして使ってもいいですよ ね、 そうですね、はい、なんかあの汎用性が高いクリーチャーいっぱい入ってるんで、まあ、除去持ってきたりだとか、アーティファクトあるカード持ってきたりだとか、はい、最近だと交流代理人はめちゃくちゃこのデッキに合ってて強いですね。あ、そうですね、もう万能除去でクリーチャーなんで捨ててもいいですしサーチもできるし、うん、非常に使いやすい。あともう一つデッキの軸があって、それがバザーオブバグダッド、はい、日本語ありましたけどないですね、ないですね、3枚引いて3枚捨てるそうですね、あのドレッジとかで使われてる土地なんですけど、はい、マナが出ない代わりにタップするだけで2枚引いて3枚捨てる、はい、これですね、という強力な能力なんですけど、これで2枚引いて3枚捨てると、まずうつろなものが3枚捨てるんで0マナになるんですよね、はいはいはい、でバスキングルートワラを捨てるとマットネスも使うことができるんで、うん、0マナでキャストしながら復讐座を捨てることができる。でこのカードを使うと、まあ、大体2ターン目には、墓地にある復讐座が全部返ってくるような状態になるんで、それかうつろなもので1ターン目から攻めていくっていう軸ができるんで、はいはい、この2つのうちのどれかがあると非常に攻めていきやすいですしキープもしやすい、はい、ただこれら2種類がないときにちょっとキープできない気はするんで、まあそうですね、結構僕もちょっと使ってたことはあるんですけども、はい、まあ、この2枚なかったら、まあ、1回ぐらい割り勘してもいいかなっていう感じのデッキですね。だからキープ基準になるから合計で9枚かなと思ったら、そこにアンセストラルリコール、そうですね、1マナで3枚ドロー、その9枚があれば大体キープできるんですけど、それがないときにどうするか、相手のデッキも考慮して、相手のデッキを知らないとね、ちょっと積極的に割り勘したくなるんですけど、相手のデッキを知ってる特殊な状態でマリガン判断がどう出るか。さあ、お互いマリガンチェックになります。さあ、ウリミさん土地は十分ありそう。お、サバイバルもありますね。しかもブラックロットスがある。うん、確かに。となると1ターン目出して起動までありますね。かなりの分回りハンドのように見えますね。ただあ、けどそうですね、一旦ツタもこれ手札にあるんで出そうです。全部通ると一旦ツタ走りますね、きっとすごいですよね本当に多分途中エルビッシュスプリットガイドかなんか経由すると3枚捨てられて、そうですね、まあ、経由しなくてもいいかもしれないです、ちょっとそれは展開したいですけど、うん、経由すると1回増えますね起動回数が。さあ、お互いキープでしょうか。川北選手も閉じてますし、まあ、鳥海選手もこれでキープしないことは多分ないと思いますが、そうですね、お互いキープした感じですかね、はい、
中原ジハンによる写真撮影と、うん、まあ、ジャッジの合図によって始まります、はい、今回はまだバンクーバーマリガン、普通の今、はい、皆さんがやってるのと同じマリガンです。次回からはおそらくロンドンマリガンで全てのフォーマットが開催されると思います、導入が基本セット2020のタイミングでしたっけ、ロンドンマリガン。何にも知らないです。MO 起動してああ変わったんだぐらいでいいから。確か MD… そう、基本セット2020の子だと思います、はい、ふんわりしてるんで。そんな真顔で言われると思うから。もう知らないです。ふんわり来月ってのは知ってれば、まあ、それで問題ないから、まあ、心構えが できてれば。さあ、ジャッジの挨拶で始まります。第13期ヴィンテージシーン決定戦、うん、はい、先手はドリームさんからですね。さあまずはさあ、お、1ターン目ブラックロダス、カーキ選手もちょっと苦しい顔をしているか。だからフォースオービルがあったとしてもロータスには概ね使わないと思うんで、まあ、なので、まあ、それを使って何を出すかってことですね。だこの時点では川北選手が持ってるかどうか、まあ、これは通ると。取った、さあ緑一マナが今浮いているんで、早速1回起動できます。もうこれはもう回ってしまうと思いますか。さあまずは復讐札をディスカード、残りがこれで0マナですね。これが恐ろしい。ただちょっとサバイバルあれなんですよね、はい、マナが普通にないと、トリウム選手も普通の土地がもうこれ以上手札にないと思うんで、さあこの後の展開どうするか。ちょっと考えてますね。ツタ持ってきて、ツタ捨てて、エルシュスピリットガイドを持ってきて、手札にルートワラがあったんで、それをエルシュスピリットガイドを追放して、うん、キャストしながら、移ろうものをサーチしてってやると、最終的に場が復讐図だ、復讐図だ、移ろうなものをバスキンってなって、次のターンにはまあ大体勝つそうですね、うん、ま、だそれが多分一番いいルートだと思いますが、まずはもう一枚復讐図だを持ってきて、はい、バニアルランドから適当に緑マラをサーチして、まあ、慎重に。いやこれね、本当にワンミスすると復讐札返ってこずにエンドみたいなこともありえるんで、うん、まあ、まずはエルビッシュスプリットガイドをできて追放して緑1マナを乱してバスキングルートは捨てます。マッドネスで唱えられます。そしてサーチ、はい、これがね今キャストにもなってるんですね、ちゃんと、うん、マッドネスっていうのは便利な。捨てつつもサーチしてくる。やっぱりいろんなフォーマット見てて思うんですけど、ゼロマナっていう概念はなくした方がいいですどんな方向であるゼロマナというのはやばいという、はい、この下にあるマッドネスっていう能力ですね。ちょっと最近はあんまり出てきてないかもしれないんですけど、イニストラードを追うかげでありましたかね。カードを捨てた時に、マッドネスコストを払うとそれで使ってもいいですよと。ここはルートワラもう1枚、まあ、うつろなものも最終的にゼロマナですからね。本当にゼロマナというのはやはり良くないという。さあとりあえずツタが帰ってきて、はい、さらにもう一回ルートアラを捨ててるんでサーチができます。ここはメンタルミスステップ、まあ、トリム選手としてはもうルートアラって場に出た後って2マナ使ってパンプできるんですけど、2匹目ってほぼ意味ないんですよね。1匹はパンプできるんですけど、2匹ともパンプすることってほぼないんで、まあ、4マナかかるっていうのは重いですよね、はい、さあそしてうつろうもの、はい、うつろなもの、そして速攻、なぜか速攻復讐ズタ4点パンチです。1ターン目ですからねこれまだ川北選手の場にはパーマネントがないという。これでライフが14、次のターンは最大で11点。いや、まあ復讐ズタが走ればもっと入るか。じゃ次のターンはほぼ走れないと思います。エルビッシュスピリットガイド最近のリスト1枚しか入ってないっぽくて、はい、2マナからは復讐ズタが走ることはほぼできないはず。あ、もうここで通りますねすごすぎる、これがサバイバル。いや、ブラックロータスからのサバイバルは本当に恐ろしいですね。もう1ターン目からゲームが決まってしまったと。アンガーはなくても、そもそもあの復讐さんにヘイストがついてるんで、はい、だからどちらかというとあの不可思議アンガーの青番の方が最近は重宝されてるっぽいですね。また採用されてる 色的にもそれだと自然に入るんで、まあ、フンヌ止まないと確か使えないです、ね、そうです、まあ、タイが入れとけばいいだけなんですけど、ただまあ色的には、まあ、バントから。そうですね、バントが一番器用だと思います。本当に交流代理人とラビニアが強いんで、はい、青白っていうカラーリングは
いやすごいですね、今のもうフォースオブウィルがなかった時点でもうありがとうございましたいや本当にすごいこのサバイバルという爆発力。そうレガシーでサバイバルが禁止になったのはやっぱツタとルートワラが揃ってからだったと思うんで、はい、初めて見た時感動したというかえって思いました。いいのみたいこれは環境にあっていいんだろうかって思ったらなくなりましたはい、というわけで第13期ヴィンテージ決定戦、まず第1ゲームはサバイバルを使用している神鳥海選手が選手しております。まあ、もうフェアデッキであれは返せないということで、はい、まあ、実質1キル実質1キルすごいですね。ダメに4-3速攻と4-4出てくるとまだ、あ、鳥海選手やろうと思えばもう1体多分復讐で出せたと思うんですけど、多分あの LBC スピリットガイド持ってきたところをツタにしとけばそれができたかなと。ああ、そう、手札にルートワラがあったんで、で、2匹目のツタを捨てたところでスピリットガイド持ってきてってやるといけた気がします。うん、まあ、ちょっと控えめに、いや、まあ、それでもあれで控えめと言われてしまうとそうですね。さあ第2ゲーム、お、またサバイバルはありそうに見えますね。ただ、まあ、土地はないんですけどマナクリがあるんで、はい、まあ、概ねキープじゃなかろうかと。マナクリ、マナクリってあるのかな、貴族の教師ですかね、採用されているマナクリーチャーは、はい、まあ、これもバントカラーで合っていると。さあこれは鳥海さんが悩んでいる感じですかね。そうですね、一応相手のデッキ精神的つまずきと稲妻がたくさん入ってるデッキなんで、はい、ちょっとマナクリーチャー依存の手札を嫌ってるのかもしれないですけど、まあサバイバルがあるんでキープすると思いますけどね。サバイバルは一応去年の夏に行われたエターナルフェスティバル、はい、エターナルウィークエンドも優勝されてますし、はい、ハレリアにカバレージ、あのデッキガイドが掲載されてるんで、十文字選手の、はい、そちらもぜひ、だからかなり昔からあるデッキだと思いますけどね。お、マリガン、ここは難しいというか、まあ、相手のデッキのやはり精神的つまずき稲妻、まあ、それでもけどキープするかなと思いましたけどね、この辺はやはり難しい判断ですが神の選択。さあマリガンで6枚になります。本当ヴィンテージはウィルなかったからはいみたいなまあそうですね、結構あるフォーマットかだと。さあ土地はありそう、バザールがありますね。お、うつろなものも、バザールとブラックロータスと、バザールがね、またフェアデッキ相手にはスクイーと地味ながらいいんですよね。捨てるカードが1枚減るってスクイーで、スクイーを捨てて、まあ、それ返ってくるから実質捨ててないみたいなもんなんで、いや、これね、本当にコントロールとかフェアデッキ相手には非常に動きがいい動きですね、これ。ずるいサバイバル、本当にフェアデッキに強い。あ、しかし今度は川北選手が。モックスからの抵抗。さあここは 1枚を上に置いてドローですね。お、帰宅者暗操作、ここで手札にします。土地がなんじゃこの手札ととりあえずカロリー高いなと、まあ、1ターン目もうねバザーで3枚捨てるんで、移ろうものフォロワンは確定している。これバザーからのフォロー1からのブラックロータスでタイムウォークみたいなちょっとどうですかね。そうするとけど移ろのものが出た状態でターンは返ってくるんですけど、完全に後続が結構ガス欠気味になっちゃいますけどね。そうするとブラックロータスをどこで使うかは、うん、難しそうな手札ですけど、この手札でキープできてしまうっていうのもすごいですね。そうですね、実質マナがあんまり出ないんですけどロータス以外はマナが出ないんですけどまあ、ギタクシャの操作もヴィンテージ制限の他のフォーマットは大体禁止と強すぎるとさあ鳥海選手ドローはフェッチ、
交流代理人ちなみにめちゃくちゃ強いです。確か4枚入ってると思います、合計でメインとサイド合わせて。あ、そうないですか。とにかく強いですし、大体毎回サイドにしました。普通に強いですね。まあ、ちょっと除去するクリーチャー多すぎますからね、サバイバルにも。交流代理人にまでちょっと除去は使ってられないみたいな。さあ技から2枚引きます。ここがツタとルートラだと全部場に出ます。うお、ルートラ割ってたかと思ったそんなバカなそんなことある、ちょっと思わず声が出ちゃう。さあルートアラとスクイーとバザール、2枚目のバザー。さすがに2枚目はちょっとバザーいらないかなと。そして3枚捨てたので、とりあえず44でも出しとくかと。ここ通るか、通りますかね。おブラックロタスからのタイムホーク来ました。いや、このドブンみたいなもうさっき変な声がこれ1ターン目かっていういや、サバイバル1ターン目から本当に反則級のド派手ですね。はい、先ほど捨てたのはゴブリンの大使スクイ3マナ11なんですけど、アップキープに墓地にあった場合は手札に戻ってきてくれる能力がついてるんで、バザールのディスカード分を埋めつつドローを進めることができる。さあ44と11、まあ、からのタイムウォークとさあもう一度起動、さあもう一度起動するのはと、ここはちょっと、ちょっと、ね、そうですね、まあ、例によってスクイーンも捨てつつ、土地と救い、ちょっと難しいですね。交流代理人がこのままだと、はい、ちょっと出ない。さあ土地2枚と救いを捨てて、さあ攻撃5点です。ランドとモックスを置いてターンを返したら、気づいたら相手が2ターン経過して5点食らってる何を言ってるか分かんないと思うからいや本当にこれがヴィンテージかとおっとこっちもタイムウォークで返す。まあ、ただ川北選手のちょっと本当に何もすることがないから苦し紛れの探検みたいな感じになっちゃいます。もう本当に他にアクションがない。あっと川北選手動けない。ここはちょっと除去も何もなし、赤マナがないとちょっと除去もできないので、多分初手にメンターがあったんで白マナがあるとメンター出してからタイムウォークっていう動きもできたんですけど、はい、わっと。そしてここで2匹目のうつろなもの、バザールを起動するとまたタダで出ます。もうこれ鳥海さんの独壇場。さあバザー起動します。2枚引いてシルバンライブラリーと、ちょっともう1枚が見えませんが、貴族の教師か。あ、そうですね、貴族の教師っぽいですね。なんかもうこれだと森の内へはいるのかなという、あった方がいい気がしますけどね。まあでも捨てる方に入れてそう。交流代理人をどうするかですね。一応これでマナが揃ったといえば揃ってるんですが、うん、ただ森の内へあると、まあ、発展食らって、まあ、手札増やした方がバザールも強いんで、ちょっと川北選手がもたついてるこの間にシルバンライブラリ設置して、このターンうつろなものとシルバンライブラリ設置が一番差が開きそうな気はしましたが、ここはでも森の地捨てましたね。さあここでつまずき、貴族の教師は戦士的つまずきですが、なんと2体目の、さあこれで5点、残り8、次のターンクリーチャー出したとしてもチャンプしないと死にます。ここでタノミスナのシアン、ここで回答を見つけたい川北選手。しかし打てるカードがない、うん、これも稲妻でも発展食らっちゃいますから、でも本当に純粋にチャンプブロッカーを出してエンドするしかないというのはかなりきつい。
となるとやはり白マナか赤マナを引かないと、赤引いてようやくチャンプブロッカー出せるぐらい、うん、引いたのは土地、一応フェッチですね。ただフェッチなんで、これフェッチ切るとライフが7になっちゃって、はい、トリウム選手がランドを引いたらルートからパンプできるんで、はい、それで足りちゃいますね。ここはターンを返す。あ、川北選手マモーソンも持ってましたかね。あ、だと1体除去できるか。ただフェッチを切らなきゃいけないという状態は変わらないんで、トリウム選手がランドを引くとルートワラパンプで積みますね。これヒートサバイバル、まあ、ここでいきなりコンバットに入るとルートワラパンプできない状態で戦闘に入るんで、川北選手一応一旦生き残ってメンターが出して、メンターからトークンが並べられればっていうところですかね。さあトリム選手、ここで土地があるか、今の時点ではないんですけど、バザールで引きに行くっていうのが考えられるんで、はい、戦闘前に今入りそうな雰囲気ですね、はい、お、起動しました。まずはバザー起動。これ土地があるとほぼ詰みですね。あー、しかし土地はなかったんですけど、これもまた絶望的な不可思議。これは場に島があるとクリーチャー全員飛行を持つという。そうですね、今トロピカルアイランドがあるんで全員飛んでます。これだとメンターとかヤングパイロマンサーでトークンを並べたとしてもブロックに行けないんで、はい、さあ5点通って川北選手残りライフは2。ワンダーは結構今一番引きたかったぐらいかもしれないですね。その土地の次に一番引きたいカードだったかもしれないです、はい。これ不可思議っていうカード、本当に相手がクリーチャーいくら並べようともそれを飛び越えてくるということで、ヤンパイとかにやっぱ強いですよね、うん、クリーチャーを遠くを並べてくるカードにちゃんと対処できる。交流代理人とワンダーがあるんで、もう無理なく遠くを乗り越えることができるのは強みの一つですね。不可思議って名前もいいですよね。可愛いし顔もそんな可愛かったでしたっけ。顔可愛い、ワンダーは可愛い。さあこれで川北選手もうブロックはできないんで、まあ、島を壊して島を鳥海さんが引かなければ、ただ盤面に今白マナもないですし、かなりきついですね。手札には時を超えた探索がありますが、モックスもあってちょっとね、ディグもやっぱどうやっても2マナはかかっちゃうんで、はい、残りのマナでワンダーが墓地にいる状態のあの2匹を対処できるか、うん、まあ、また鳥海さん土地を引いたらルートラがパンプできるという状態が続いてるんで、さあまずはディグですかね。時を超えた探索、墓地はちょうど6枚、いや7枚ですかね、タイムウォークだけ残して、はい。これ多分タイムオークかモモソンモカはちょっと悩んでいる感じですかね。そうですね、一応春章と、アルカニスが入ってるんで、今度ワンダー書いてくださいって言われてますけど、ないです。さあここはタイムオーク選択、まあ、ルートアラーは、ね、稲妻とかで簡単に処理できるんですけど、この残りのマナで両方に対処しなければいけないというのが、これ一応ジェットがあったので、もう1マナセットランドに加えてもう1マナ出せるんで、合計現時点でまあ多分3マナが限界ですかね。もう1マナあるとここで春章プラス稲妻とかいけそうなんですけど、まあもうそんもうと、あれ全然無理か。ちょっとマナが足りないですね。ちょっとダクフェーデンがあったような気がしますので、3マナあれば、あ、でもフェッチを切らないといけないかな。そうです、ダックフェイデンが出せるとしたらとりあえず、4-4 をパクってトリーム選手が土地を引かないことを願う、うん。ここ新卒ブレインストームを選びましたね。さあブレインストーム回答策、ここで見つかるか、いやなかったみたいですね。はい、というわけで第13期ヴィンテージ決定戦メイン戦2本は神鳥海選手が選手して、第13期防衛の
リーチをかけました。はい、3本選手になります。さあここからはサイドボード戦ということで、はいはい、お互いどのようなサイドボードをしていくのか、まずはじゃあ、鳥海さんの方からちょっとデッキストもう一度お願いします。基本的に交流代理人みたいなカードを入れることになると思いますから、ね、はい、交流代理人はとにかく便利なんで、今回鳥海さんは合計で3枚メインに2枚サイドに1枚取ってますけど、はい、なのであと入りそうなカードといえば虚空の杯とかあとはサリアとかですかね、はい、まあ、基本的にメインの相性がいいと言われてるんで、その相手にあんまり効かなさそうな部分が全部抜き切れればそれでいいかなと思いますけど、活性の力とかですかね。3枚抜いて交流代理人、国の杯、サリアで、まあ、もう1枚なんか適当に抜いて、あとはあるかな、それぐらいですかね。相手はモックスが多いんでアウフももしかしたら追加も考えられるかも、はいはい、全力で入ってますからね、モックス5種類プラスブラックロータスだったんで、うん、さあというわけで、まあ、まあでもそんなとこですかね、はい、あんまりそんなに抜きたいカードは他にはないからって気はしますけど、まあ、メインですでに有利っていうことになりますよね。 そこまで過剰にデッキの形を変えすぎることなく、はいはい、挑むと思われますが、はい、じゃあ対して挑戦者の川北選手、ここはサイドボードに入れるカード、こっちはたくさんありますね。封じ込める僧侶、外科的適質、剣を好きにあたりですかね、はい、錯覚とかも入るか、クリーチャー熟剣、5マナ44破壊できるので、うん、まあはい、封じ込めるソウルとかをポンと設置すると、復讐術がとりあえず出なくなるんで、はいはい、ただ、5マナ44は止まらないですよね、うん、あいつは0マナなんですけど1キャストはしてるんで、はい、マナコストが0なだけでキャストはしてるんで止まらないと、まあ、抜くカードとしてはどういったカードを抜きますかね、うん、難しいですね。パイロ、パイロもけどあれですね、あの交流代理人やれると思うと、はいはいはい、まあまあ役に立ちそうですけど、確かにそう聞くと抜くカードがかなり少ない。結構ラビニアとかも、あの、うん、ああそうです、確かにピッチ系をちょっと抜けなくなっちゃうので、ディグとか抜きますかね。確かに入れるものに対して抜きたいもの、ナーセットとかそんなにバザール以外に効かなくてちょっと重いんで抜いてもいいかなと思いますけどね。あ、まあ、バザール出てきたら一旦目ですからね。そうですね途中で、まあ、ナスと出てきてバザルが相手にあったらまあ強いんですけど、さあ入れたいカードが 1,3,4,5,6,7,8 枚程度、はい、抜くカードはあまりない。魔法の粉を使うしかないですかね歴史と伝統の1枚ずつ抜いていくっていうつまずきも実は1マナのカードで決して嬉しいカードがないんで、つまずきを抜く説はありますね。あ、なるほど、あの1マナ01貴族の教師とアンリコ以外は決してもそんなに嬉しくないかなって、1マナはアンリコだけ別格ですけど、まあ所詮1枚のカードなんで、まあ、だったら精神的つまずき4枚と、パイロとか抜いて、はいはい、っていう形ですかね。まあここから川北選手3本戦しないといけないということで、川北選手の神決定戦の試合の特徴として毎、はい、ほぼ毎回 5ゲーム目もつれ込むという本当にドラマ性のある試合といいますかメイクドラマしてくる、そう本当に見せる選手ですよね。そうですゲームはただこのヴィンテージという特殊なフィールド、3本選手ここからできるかというところですね。川北選手けど本当にヴィンテージの大会は結構定期的に出ていらっしゃるっぽいので、はい、レガシーでの活躍がねあまりにもハレリアで有名ですが、まあ、ヴィンテージはもちろん造形が深いということで、で今日60枚1枚以上にしてもいいんですけど、その分ちょっと1枚出しの数が引きにくくなるので、あんまりしないですね。65枚にしたらアンリコ引ける確率が下がるだけという悲しい結末にやっぱ制限カードが多い方がそういうのを認識しやすくて、デッキを増やしちゃうと強いカードが引きづらくなるっていうのがもう目に見えてわかるので、
ィンテージバベル。ヴィンテージバベル。もうアンリコを商人の巻物とかで探すのめんどくさくて嫌です。大変すぎるやつ。お、さあ、おチェック。カニタ選手、ロータスは見えた気がしますが。土地ない。土地さえあれば一旦目メンターみたいな、かなり爆発力のある手札でしたけど。さあ、対する。バザーがあって、手札にしてるカードもあって。バザールはないですね。サバイバルがあります。だちょっと初動に関しては遅い。もうバザールが、あ、サバイバルが壊れるなりカウンターされた瞬間とんでもないということになりますね。不良再建3枚という。そうですね。ツタとゴマライオン2枚。まあ一応サイクリングはできるんですけど。マツロドのサイクリングってもう結構負けてるそうです、ね、感じの動きですよね。まあ手札的にはバザールか追加のサバイバルが引ければ、うん、それ以外ではちょっと厳しそうですね。まあ、ちょっと悪い目のハンドですかね。うん、どうですか、まあ、相手がフェアっていうのも考慮して、ただこれがどれぐらい悪いかちょっと分かんないですね、うん、土地がある方がいいと見るか、さっきあのマナクリーチャー2枚と土地1枚でマリガンしてたんで、それよりもこういう手札、土地があって、2の矢、3の矢が仕掛けやすい方がいいかもしれないですね。さあ、川北選手6枚。鳥海選手もマリガンです、ね、悩んでたんですね、はい、とりあえず川北選手はシャッフルを終えたんですけど、まだ悩んでたということで。さあ、お互いマリガンで川北選手ちょっとリアクションが机に突っ伏す形になってますが、ちょっとどうでしょうかね。あまり良くない。いや、わからないです、ちょっと全く見えなかった。さあ、鳥海選手も6枚引いてどうなるか。お、アンリコがありますね。バザー3枚。まあバザーはバザーを捨てられるんで市場はそんなにはいらない。まあアンリコある時点でもう大体全ての手札は大丈夫だ。アンリコさえあれば大丈夫。まあ悪くはなさそう。土地ごとアンリコって結構幸せに見えるんですけど、うん、きっと鳥海さんも幸せだろうなと思います。さあ、第3ゲーム目は6枚増して始まるという形ですね。お互い戦術は上ですから、川北選手ちょっと手札の内容が見えませんが、稲妻はありますね。さあ、ただ鳥海選手としてはこれが通るか。おお、ここで悟空の杯、まあ、2ターン目に X1 でちゃんと設置できる、うん、アンリコって消されたとしても2ターン目の妨害があるという形ですかね。さあ、これメインで打っちゃいますかね。一応何もなかった場合ディスカードになって、この後バザールを連続で起動することを考えると多少もったいないですけどね。通った。で3枚は、おっ、しかも捨てやすい、救い捨ててないのと一緒って。ここは救い、はい、まあ、捨ててるんですけど次のターン帰ってくるんで実質捨ててないのと一緒です。さあ、ここは2枚切ってアルカニスト、さあ、挑戦者決定戦で幾度となくアドバンテージをもたらしてきたこの戦慄種のひぎ寿司、ここがようやく設置できた。そうですね、この町通じて初めてですかね。川北選手手札に外科的テキストが見えたんで、墓地絡みの、トリム選手のアクションはしっかり弾いていけそうなんですが、さあそれ以外あとは稲妻を持ってるんで、さあスクリ回収して、ただここですね、先ほどトリム選手がトップデッキしたチャリス・オブ・ザ・ボイドが通ってしまうと。あ、ただ今フォローワン引いたんでちょっと違うプランも検討してるっぽいですが、まあ、ちょっとアルカニストにドローさせるぐらいだったら、ここはチャリスできそうですね、そうですね、はい、チャリス、これは対処できないと川北選手はアルカニストほぼほぼ能力が使えないのと一緒ですね。パワーを上げるカードは確か入ってなかったんで、はい、このままだとアルカニストはただの2マナ1、3トランプルになってしまう。さあ、
とりあえずアタックしますが、ここは何もできず、これ壊せるかですね。しかも外科的適質も打てないです、打てないですね。さあ、そしてここから鳥海選手は、おお、2枚目のとバザールが控える中、最高の破壊放題とか入れてますかね、川北選手。どうでしょうか。さあ、ここバザー起動で1枚2枚、ここは土地2枚ですね。まあ、相手に不毛の大地入ってなかったと思いますので、露天交渉1枚は入ってると思うんで、まあ、もう1枚はこの段階では捨てない気がしますが、もう全部捨てますかね。さあ、そしてここから怒涛のラッシュが、うん、ここでホローワンを温存するとしたら、ちょっと破壊放題みたいな、うん、アーティファクトを、一遍に対処するカードを警戒してるんだと思いますが、もう素直にいきましたね。さあ、チャリスが壊せるか。ちょっとここでチャリスが壊せないと、あまりに機能不全のカードが多いんで、一番いいのは、まあ、はい、アーティファクトを壊せないとしたらダックフェイデンとかですかね。44を奪って相打ちが、ここでツンドラ持ってくるあたりもちょっと破壊放題サイドにしてなさそうな雰囲気は出てますね。赤白白と、そうですね、破壊放題が入ってるんだとしたら赤マナを結構率先して優先して持ってきそうなもんなんで、さあちょっと盤面的にはもうトリウム選手がバザールもありますからね、はい、圧倒的ですね。スクイーバザールも決まってる。口に巻いてる、ちょっと待ってくださいね。確かに先手が川北選手で毎ターン土地は置いているので、少々お待ちください。今大塚くんが走ってジャッジに、そうですね、2ターン目にチャリスを置いて3ターン目にバザールを起動してホローワンを出したのがさっきのターンなんで、確かにすいません、ターン3ですかね、さっきのが。はい、ご指摘ありがとうございます。これなんとか復旧できたっぽいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、ちょっとギリギリ、はい、ジャッジにちょっとお伝えしました。ご指摘ありがとうございます。はい、これで、今第4ターン目を迎えた鳥海選手が改めてサバンナを起動してバザールを起動。さあ、そしてさらにバザー起動、サリア、サバイバル、これ捨てたのはスクイと土地と復讐図と、さあ川北選手外科的適質も、チャリスのせいで打てないので、はい、復讐図も現状だと返ってくるのを阻害できません。そしてこの発展クロックはスルー、ライフは残り10、あ、じゃあ9ですね、18対9です。さあ、このサバイバルを設置して通ると次のターンには大量の復讐ズタが全員集合で、不可思議もサイドアウト多分してないと思うんで、その気になれば飛ぶこともできると思います。はい、さあ2マナで敵者生存通りましたかね。これはどうだ、通ったか。
通った、通りましたね、はい。なあ、さあそしてここで、はい、チャリスで完封でしたね。全て手札は1マナということでチャリス・オブ・ザ・ボーイズの前に完封されてしまいました。第13期ヴィンテージ審決定戦、勝者は現神の鳥海隆選手です。おめでとうございます。いや、サバイバルというデッキの恐ろしさがこうもう存分に見えたのかなと。恐ろしすぎますね。1本目1キルでしたし、2本目も3本目もいや、すごいですね。恐ろしい。